皆さんこんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回のお話は教科書が教えない日本の歴史の第十四回、間がたまのお話ということになります。えー、流れ的には縄文文明のお話が最初にあって、えー、第二節古代国家の形成、古代の日本の状況がどうだったのか。これはあの日本の神話を手がかりにするのではなくて、外国の文献に基づいて日本というものを考えてみましょうっていうのがあこの第十二回。 十三回にありましたで今回はマガタマのお話をしていこうというふうに思いますマガタマといえばこちらですねこんなふうな石のことなんですけども古事記では,曲がった玉はマガタマと書いてマガタマ日本書紀ではこの字を使ってマガタマというふうに書いていますこのマガタマなんですけれども実は縄文時代の遺跡から すでに多数出土しています。古いものになると、1万年以上も昔の遺跡から出土しているものまである。これすごいことなんです。で、さらに3000年前には、朝鮮半島にも曲玉作りという技術が伝播しています。ということは、曲玉は大陸から朝鮮半島を経由して日本に入ってきたわけではなくて、純粋に日本生まれのものだったということになるわけですね。そして、もともとは、 縄文初期の頃の耳飾りこれが原型であったのではなかろうかと言われていますまあそうだろうなと思いますねしたいましてマガタマというのはかなり初期の頃のものからこうして穴が開けられています耳につけるために古い時代から作られてきたものということで古代の日本の創新具ですとかあるいは祭祀などに用いられるようになったという歴史があります 勾玉というのはほとんどの勾玉が実は翡翠でできています翡翠の原石っていうのはこれまた不思議なことに日本海側の海岸で海岸といったら大体砂浜の海岸が多いんですけれども砂利の海岸っていうのがあるんですねでその砂利の海岸に行きますと緑色の石つまり翡翠の石がものすごく今でもたくさん落ちています つまり翡翠の原石この緑色の石というのは普通に拾い集めてくることができるものではあるんですところが問題は翡翠の石の高度なんですねこれが高度は6.5ありますで鉄の高度が5.5なんです2023年に日本では3,000年前にすでに鉄が使われていたということが これが遺跡の検証によって分かりましたですから3,000年前ぐらいから鉄器も使える時代を迎えたわけなんですがでも勾玉の歴史っていうのは1万年前ぐらいに遡るわけです。1万年前ということになるとまだ製銅器もないし鉄器もないんで製銅器もなかった時代に鉄や製銅器よりもはるかに硬い翡翠の原石を どうやって加工してこういうね形にしてさらに穴まで開けることができたのかって考えると非常にに不思議なものとというこ今さまざまな研究がされておりまして翡翠の原石からマガタマの形に加工するまでどのようにやったのかということがだいぶ明らかになってきているのですが。 そのやり方というのはどうするかというと、この同じ翡翠の石のカスみたいなもの、メノウ製のものもあるんですが、硬さは同じですね。それらの硬いものですとか、あるいは石英などのガラスの細かな破片を使って、丸い翡翠の原石をガリ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 削るんです。やり続けるんです。ガラスも硬いですけど、翡翠やメノウも硬いですから、なかなか すりり減ったはしなそれでもガリ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 やるんですそうやってガリ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 やって削りながら小さな勾玉一つ作るのに大体1個で1年かかる大型の握り拳ぐらいあるような大きさの勾玉を作るということになると年年かかからったと言われてますその間ずっとひたすら石をガリ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 やり続けるんですすごいことだと思いません さらに穴まで開けるんですどうやって穴を開けたんだっていうと同じく翡翠のこの上にまだ穴が開いてない状態のところにガラスの粉末を置いて上からグリ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 やるわけです石を割っちゃいけないです硬いっていうことは割れる危険があるんです割れないように丁寧に丁寧に少しずつ少しずつ削っていって最後穴まで開けちゃうこのことが意味するもことってものすごく重要なんです どううして重要かというといこの勾玉を一つ作るためには一人のおじさんが大きなものになると先ほど申し上げました5年とか7年間ずっと1個のこの勾玉を作るためだけに朝から晩までしこしこしこしやり続けなくちゃいけないんです。でしょこのおじさんだっておまんま食わなくちゃいけないんです。ということはその勾玉作りの職人さんを 食べさせるために例えば魚を取ってくる人山に入って山菜を取ってくる人でそれらを今度は調理する人というふうに村の中で社会的な分業が図られれなければならなないさららに社会的な分業が図られるだけではなくてお互いにどうしてこんな勾玉を作っているのかということをお互いに理解するだけの言語によるコミュニケーションというものが必要になってくる。つまり 勾玉があるということはこれだけの工芸品を作ることができるということはそこに極めて高い文明が存在したということに実はなるんです。はいなんです日本では「イオのミスマル」って言いましてこの勾玉を500個連ねて。 ネックレスチェーンにししたたといいったようなものもの存在してるわけですネックレス用ですから一個一個は小さいんですけどもでも小さい勾玉一つ作るのに1年です。ということはそれを500個作るんだったら単純に一人が作るんだったら500年かかるわけです。5人の職人さんでカリ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 削ったとしても100円かかるわけでしょたくさんの勾玉が連なっている、まあ、そういうネックレスみたいなものを古代の日本のリーダーは身につけていたという話だ アマテラス大神様のところに蔦の御事がやってきたこれ高間原の話ですね古事記にも日本書紀にも同じ話が書いてありますやってくるスタノオを迎えるために天照大神様はイオンのミスマルのチェーンを首にぶら下げそれだけではなくて両腕にも勾玉の束をつけ腰にも巻いてっていうふうな記述があったりしますつまりそれだけ大量の勾玉を持っている大量の勾玉を持っているということはそれ自体が大きな 権威であり大きな権力の象徴にもなっていたということなんです三国志の時代に言うと大体3世紀の初め頃になりますけれども魏、職後の三国志ね諸葛孔明なんかが活躍し劉備玄徳が活躍し関羽や長夫がいた時代この時代魏の国には曹操がいました和国は当時の魏の皇帝にこれは、まあ、劉強という皇帝がいたんですけどもこの皇帝にマガタモを 三個プレゼントしています。たった三個です。たった三個のまが玉をもらったということがものすごく光栄なことだということで、技の国では大喜びしてるんです。わかります？日本では五百個ぐらいのまが玉を連ねたような首輪を普通につけてる人がいるっていう中で、よその国ではたった三個のまが玉を 王様がもらっただけで素晴らしいと言って王力をするそれだけのこれは高い技術の証明なんですつまり日本という国はもともと天然災害が多い日本においてはとにかく災害から身を守るために災害を避けるために神様にきちんとお祈りを捧げるということが重要だったということに加えてその災害対策のためにいろんな知恵っていうものをずっと一生懸命になって考えて。 よ日本のものづくりの伝統っていうのは1万年前のこの勾玉の時代から始まっているということなんです。それ自体ものすすごいい話だと思いますそしてこの勾玉をめぐってえ実はこんな話を聞いたことがあります。いっぱい字が書いてあって見づらいと思うので読み上げたいと思います。勾玉についてこんな話を聞いたことがあります。今から年ほど前に 神武天皇が初代天皇として日本を開国なさいましたが天皇家はそれ以前に上方様と呼ばれた時代があってこれが約6000年続いたのだそうです神武天皇の前に天皇という名前ではなくて上方様という名前で呼ばれてそれが6000年続いたね。で、その上方様の時代の天皇家は末子相続制でつまり一番おとんばが相続する 子供たちの中で一番最後に生まれた男の子が家を継ぐことになっていたのだそうです。子沢山の時代です。たくさんいるお兄ちゃんお姉ちゃんたちは民間に降りて結婚し、一般の人々と血縁関係を結びました。こうして人口が増えてくると、お兄ちゃんお姉ちゃんたちの一部は新しい土地を求めて、えー、去っていきました。 これはあの食料生産にやっぱり限りがあるので人口が増えてくると一部の人たちは新しい土地を開拓してそちらに移らなければならなかったわけですねその時に上方様の血族であるという証に勾玉をもらっていったというのです勾玉は湾曲した石ですがその湾曲した部分には五皇室の魂が宿るとされました去っていったそれぞれの家族はそれを我が身の敬類の証として 大事なにには身につけることと伝統としたというのでありますそうして何世代か減るとそれぞれ他国の土地に定着したお兄ちゃんお姉ちゃんたちが初めはその新しく定着した土地で一人二人だったものがいく世代を経て何百人かの集落となります。こうなると同じ先祖を持つ親戚同士村同士でも何百年も交流がなくなることがありそういう村同士の間である日何らかのトラブルが起きる。 あるるいいは争いが始まろうとすすわけです村同士の争いですから一大事です村長さんは胸にご先祖伝来の勾玉をぶら下げてそしてみんなと一緒に戦場に向かって出かけていきますそして目の前にいる敵の軍団と向かい合うするとなんと相手の村長の胸にも同じ勾玉がぶら下がっているそこで いやいやあなたも上方様のご一等ですかああはい私は何代の〇〇様の時代の時にこの土地に来た者の,の末裔になりますうちは何代目の上方様の時ですよそれならお互いに親戚ではありませんかならば戦いなどやめにして一緒に酒でも組み替えしませんかいやそうですのいやもうお身内とも知らずも失礼なこといたしました。 まあちょっと一杯やりましょうと。といったことになりまして、争いが避けられたのみならず、村同士の交流が深まり、お互いに発展することができたんだと言うんです。要するに、系録の証としての間玉が争い事を回避させ、村々の発展に寄与したというこんなお話なんですけども、飛騨のですね地方に伝わっている古い時代の伝承になります。飛騨と言いますと、冷たのあれ。 日枝のというのはもともと飛騨の出身で飛騨に日騨家っていうのは今でも残っているんだそうなんですけれどもその家に代々伝わった伝承をある方がまとめたものの中にそんなふうな物語が書いてありました。自分としては勾玉がこう単純に権力の証だったあるいは歴代の御皇室っていうのが神様から御皇室になったんだと。 いう,ふうな話も、まあ、もちろんそれも正しいのかもしれませんけれどもでもそうではなくて先祖代々ずっと続いていたそしてスメラミコトととばれるよりも前にもっともっと人口が少なかった時代に上方様と呼ばれて大変な尊敬を集めていた時代があったでその時にこの勾玉を使ってお互いにどんなに遠く離れていても今お互いに村同士でお話ししましたけれどもそれは日本国内だけじゃないんですね。船を持っていてい洋航海がでできるわけですから 別な土地へ去っていくというのは日本列島以外のところに去っていた人たちもいた一部にはヨコンの流域に住むようになった人たちもいた一部にはインドのタミール地方に住んだ人たちもいただからタミール語っていうのは日本説の言葉稲父母といったようなねそういう言葉っていうのはことごとく日本語と共通していますそして古代シメール語っていうのは日本の人代文字と全く同じ文字を使っていますそういうい ところにまでずっと日本から人々が去っていき何世代もの間そこで暮らしているもともと俺たちは東の外れにある日本という土地からやってきたんだというその記憶はちゃんと伝承されているところがある日周辺にいる蛮族が攻めてきてでせっかく気づいた町を滅ぼしてしまうまあいつまでもこんなところにいるんじゃなくてまた元の故郷へ戻ろうじゃないかということで外地で暮らしていた人たちが 一族ままとめてててた船にに乗っっ日本に帰ってくるこうすることによってさまざまな土地のさまざまな文化っていうものが日本の国土の中にまた残っていくそして日本というのは一度も滅んだことがないつまり日本は長い万年のタイの歴史というものをこれをそのまま伝承することができているだからこそ例えば人大文字一つを取ってみてもさまざまな種類の文字がある それは元は一つだったかもしれないけれども様々な土地に出ていきその土地の文化を吸収しそして日本に戻ってくることによっていろんな種類というものが生まれていったと考えればああなるほどなと納得のできるものにもなるわけですこれが何千年という単位でずっと行われてきた日本の長くて古い歴史の物語っていうものをああなるほどなつまり魂が宿るんだなと言って形として 見せてくれているのが、もしかしたらこのまがたまというものなのかもしれないということであります。歴史っていうのはつながっています。だから常にぶつ切れになって、ゼロから発生するわけではなくて、いろんなものがずっとつながってきて、現代につながってきている。今、日本人というのは、世界の中でも最も平和を愛する民であるということは、これ世界中の人たちがみんな共通して思うことです。日本人は争いを嫌う。 ととににかくくお互いいい仲良くしていきたいと思う。そして周りの人たちにものすごく思いやりの心を持つ気を使う俺が俺が俺が一番偉いんで俺が俺がっていうこういうふうなところっていうのは日本人は持たないそれも教育によってそうなったわけではなくてずっと歴史を通じて万年の単位で築かれてきた私たち日本の文化であると。歴史を学ぶということはそういう日本人としての文化を学ぶ。 そして日本の文化を学ぶということは日本人としての国民精神を学ぶということ国民精神というのは言葉を変えればアイデンティティになります日本人としてのアイデンティティは日本の歴史を学ぶことによって私たちの身にしっかりと身につくものではないかというふうに思います日本をかっこよく結び大学でございました本日 お話申し上げました日本の歴史なんですけども実はこちらにあります「学校で教えない歴史の真実」というシリーズもの中の一つになりますシリーズ全体はイニヤ塾の方でご覧いただくことができます最初そもそも歴史とは何ぞやというところから始まってで旧石器時代縄文時代弥生時代そして現代に至るまで全部シリーズでおそらく合計200回ぐらいのシリーズになっていくんじゃないかなというふうに思っておりますさあ皆さんあなたは どこから